ハシグロ琉球ガモは、カモモクカモカ琉球ガモ属に分類される鳥類。アメリカ合衆国、アンティグラバーブルダ、イギリス、キューバ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、ハイチ、バハマ、フランスグラドループでは、2008年に初めて繁殖が確認された。全長48から56センチメートル。翌朝23から27センチメートル。琉球ガモ属最大種。 口頭の羽毛が膨らみ、コブ状になる。上面は褐色で肺褐色の斑紋が入る。喉から上胸は泡褐色。胸部から腹部は脳褐色。下首から胸部にかけて脳褐色の斑紋が入る。体側面は黒く白い斑紋が入る。おばか面の基部を覆う羽毛は黒く白い斑紋が入る。交彩は黒褐色。くちばしの色彩は黒い。 孔子の色彩は黒やノ灰色。マングローブ林、やし、シッチリンなどに生息する。夜行性で、昼間は、集団で大木の木の枝で休むことが多い。植生は、植物食で、主に大王や種族の果実を食べるが、液化、草本の種子なども食べる。繁殖様式は卵生。ヤシ類など、大木の木の枝や軌道に巣を作る。6から10個の卵を産む。 放乱期間は30日。伐採や干拓による生息地の破壊、密漁などにより生息数は減少した。人為的に移入された犬や猫アライグママングース類、ネズミ類による捕食によっても生息数が減少した。2019年現在は生息数は増加傾向にあるが、これは保護対策による影響が大きい。 何らかの理由で保護対策ができなくなった場合は生息数が激減する恐れもあり将来的には気候変動や異常気象により生息数が減少する可能性も示唆されている1975年のワシントン条約発行時からワシントン条約付属書通に掲載されている1997年以降は啓蒙活動が進められ保護地域の拡大や 密量の減少などの成果が上がっている。2007年における生息数は1万から19999羽と推定されている。1831年にロンドン動物園が初めて本種を飼育し、1869年にケルン動物園が初めて本種の飼育化繁殖に成功した。日本では1978年に 野毛山動物園が初めて本種の飼育下繁殖に成功した。ありがとうございます。